まあだからみんなね、いつも一生懸命さ、このクラスはもう本当に手抜かないで一生懸命やってくれてて、最初からなんだろうな、意識が高いのもわかるみたいな。だけどさっき言ったみたいに現状これでいいってことはもうありえないんだよ。で、自分が例えば良くなってこうって思った時に一番大事なことっていうのは、もう今小学生とか見て中学生とか見てても自分のやってることとかなかなか変えるのに時間かかるんですよ。だけど三好コーチがアメリカ14年間プロ野球で見てきて関わった超一流の指導者とか超一流の選手っていうのは、これは共通してることがあって、で何が一番共通してるかって言ったら、はために見てて結果手に入れてるなとか成功してるなって思ってる状態があったとしても、それを一瞬で捨て去っていくのよね。これは本当にすごいなと思う。でそういう人たちに、じゃあ三好コーチ運よくそうやっていろんな人たちとツインズ6年間いたから、働く機会があるから、こっちは興味があるからやっぱいろいろ聞くんだよね。なんで野球界でそんな成績が残してた、メジャー14年間で首位打者取ったりとかさ、指導者としてもなんでこれだけ長きにわたって30年間にわたってアメリカの厳しいプロ野球でユニフォーム着てるのかって聞くと、そういう人たちの第一声っていうのは必ず、自分はまだ成功してないけど、もし自分が君に何かを伝えられるんだったらこういうことかもしれないって言うんだ。わかる？もう三好コーチから見たらとんでもないキャリアのある人たちよ、もうメジャー何十年とかいる人たちが当たり前の顔でポーズでそうやって嘘で言ってるんじゃなくて本気でそう思ってる。でそういう人たちが集まってる世界だから、メジャーリーグのトップのトップの人たちっていうのはもうとんでもない化け物が生まれてくるわけ。もうフィジカルもある、持って生まれた才能もある、その上にさっき今言ったみたいな考え方とかを常にグラウンドに持ってきて、プロ意識高くそれに取り組む人たちの頂点がメジャーリーガーなんだよね、のトップだから、覚えておいてほしいんだよ。なんでこんなに厳しいことを要求してるかって言ったら、三好コーチは中学校の時こんなこと教えてくれる人いなかった。だけど中学校とか小学校の時からそれに気づいてて、早い段階からそれ積み重ねていったらどうなるのかなってことに対してはめちゃくちゃ興味がある、うん、その段階からやってっちゃった子には。だから今言ったみたいに自分でこうやればいいのかななんて今思ってることなんていうのは、こだわりがあるのはいいけど、それを捨て去る勇気を持つってことはもっと大事だから、もっと成功するために。だからそこを考えてね、自分これぐらいでやってきたから70点取れるなじゃないよ、もっと良くしていくためには一回壊そうかなぐらいの感覚でここ来たらやってほしいなと思うから、うん、だからそのためにも自分のこと常に変える勇気も持つ、うん、同じこと先週と同じこと言われる、同じことやるっていうのは現状維持で、現状維持って同じとこ止まってるってことはもう停滞だから、だからその先に進むために一個でもいいからなんか新しいことトライしようかなっつって失敗してもらった方がいい、それだったら OK。その失敗に対してはもう大いに称賛したいと思うので、何度も言うけど今日も小学生クラス本当素晴らしくて、バックハンド苦手なの分かってきて2回エラーしてるのに3回目も負けじとその技術を取りに来た、で取りに来て実際3回目4回目決めたんだよね。だけど先週と比べたら両手も片手ももう格段に上手くなった、この1週間で。なんでって言ったらそこのマインドがあるから、うん、だからそれをここのクラスも自分のやり方こだわってんじゃなくて、中学である程度結果出たからこれでいいやじゃなくて、それをちゃんとここに来て壊す勇気持ってやる、それがすごい大事なんで、もみんながやってんの分かるけどもっと要求したいんで、来週とかね。だから自分なりにそれを考えて持ってきてやってください。三好コーチに強制されるんじゃなくて自分から壊しにぐらい来るぐらい勇気持ってやってほしいんで、だからそれをちょっと継続してやってください。来週以降OK。 はい。